PSI 上部液晶の世界ニコイチパート2、アンマン今日は抱きつく。今日のアマちゃんでございます。まだね、アマちゃんはお風呂にいます。昨日ね、抱っこって言ってね、腕を登ってきたんですけど、でももう一回ちょっとチャパチャパするんだと、言うからね、お風呂の中に入れました。どうする？出る？出るなら出るよ。どうする？遊ぶ？もうちょっと。もうちょっと遊ぶのって感じ？そっか。抱きついてきた。もうちょっと遊ぼうよって言われた。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。今日はね、難関の、上部液晶摘出についてね、ちょっと語っていきたいと思います。いや、そんな大層なことじゃないんだけどね。まずね、このケーブル2本抜きます。これね、抜いてください。よいしょ。Wi-Fi のアンテナとね、マイクですね。これはね、シロッと抜いてください。で、まずこの状態にします。多分ね。ピンクのはマイクです。取り外しましたね。それでは、液晶を外していくんですけど、シールをね、今ちょっと、剥がしました。っていうか、液晶がくっついてるのをね、ちょっと剥がしました。くねくねしながらね。で、ピックを入れて剥がせるかな。あ、大丈夫そう。大丈夫そうです。で、今度は、どうやって取るんだ？どうやって取ればいいかな。スピーカーは、間ね、もうちょっと、どかしとこう。スリットがあるからね、すぐ取れるかと思ったんですよ。簡単にね。でもね、あれだ。DS ライトと一緒ですね。ここをまず剥がして、これでね、持ち上がるんですよ、ここが。で、DS ライトと同じようにね、ヒンジを外していかなきゃいけないです。ただ、ネジがないので、これがないのかと思ってた。DSi はね、あ、違う、DS ライトはね、ネジで止まってんですよね、ヒンジが。で、これはね、光伝えるやつですね。そうすると、ヒンジが見えるんですけど、どうしたらいいかな。で、この折りたたんだ状態だと、ヒンジをしてもやっぱり動かないので、開けた状態ですね。この状態で押せば、ヒンジが動いて、これがね、外れるはず。気をつけてね。で、こっちの液晶はね、使わないから、ハサミで切っちゃえばいいんですけど、練習ね、しといた方がいいです、こうやって。ケーブル切っちゃっても大丈夫の方で。私もね、こう、まあ、何回もやってるけど、毎回、練習する。さあ、うまく取れるかな。ここのね、ケーブルがね、通しにくいわ。
だからといって使わないからといってハサミで切ったりすると使う方の液晶もね壊しちゃったりするから、練習した方がいいです、必ず。めんどくさいけどね、すごい時間かかんのよこれ。ちゃちゃっと交換すればいいでしょうって思うでしょ。いや、むっちゃ時間かかるから。慣れてればそうでもないけど、初めてやった時はもう大変だった。まあ、DSi は今回初めてだからね、ちょっと戸惑ってるけど、まあ、DS ライトと似てるかな。で、最後ね、ケーブル、ここね、丸めて、引っこ抜かなきゃいけないんですよ。で、これで抜けました。スピーカーね、液晶の裏に付けてあります。まあ、こんな感じですかね。よし、使わない方の摘出はできた。というわけで、今回ドナーになる方ですね。もう一台の方をね、分解してみます。ただ、もう、なんていうんですかね。液晶取るところしか、ここはね、お見せしないんで。この辺の分解知りたい方は、昨日の動画見ていただければと思います。まあ、概要欄にね、リンクも貼っときますんで。それでは、難関の上部液晶、ね、撮ってみようと思います。それでは、頑張るぞ。さあ、ここね、開いて、ここにね、ヒンジがあるから、このヒンジを押す。もう2台目なんでね、こう、なんていうんですか、慣れてますね。ここが固着しててね、抜けなかった。で、これ抜けたら、あ、これね、見えにくいけど、ここにね、ヒンジがあるんで、これを押せば、OK です。そしたら、ひっくり返して、ケーブルをね、丸めて、抜くんです、液晶のケーブルだけ。穴に入れて。これが超難しいから。これ慣れたらね、ちゃちゃっとできるんだろうけど、こっちはね、そう、切っちゃいけないケーブルなんで。あのね、今使ってるピンセットはね、セラミックでできたピンセットなんですけど、ケーブルとかをね、傷つけないんで、結構いいですよ。セラミックピンセットかな?でね、Amazon で検索していただけると出てきます。まあ、もしあれだったら概要欄に貼っとくか。買ったやつ。まあ、見てみて。あると便利ですよ。電気も通さないんで。これでね、取れました。というわけで、無事にね、摘出ができました。これマイクが絡んでるけどね。マイクに絡まれてるわ。マイクに絡まれてるって。こちらね、スピーカーもね、一緒に交換しちゃいます。そしたらハンダ付けいらないんで。ケーブルも切れてないんで、大丈夫ですね。さあ、入れるときにケーブル切らなきゃいいけどな。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。撮るときより、入れるときの方が大変です。どうも、上部液晶です。またね。